いつの頃からだろう、冒険の旅という言葉が僕を捉えて話さなくなったのは、アルテナの女神様を守って戦った英雄ドラゴンマスターダイ、あの人もこんな風に遠い世界を夢見て旅立ったんだろうか。そしていつか僕も行くのだろうか、あの雲の流れる果てを目指して、僕自身の冒険の旅へと。やあじゃないっての、ったくもう。俺あちこち探したんだぞ、やっぱりここだったんだな。ごめんごめん。我らが英雄ドラゴンマスターダインの活躍をたたえんか。本当にアレスったらこのおっちゃんのことが好きなんだな。ま、冒険の旅に出るのがアレスの夢だってのは知ってるけどさ、こんな古ぼけた塚を毎日毎日眺めててよく飽きないのな。ヤーレス、ここにいたのか。びっくりするなよ、あの氷に閉ざされてた白竜の洞窟に入れるようになったみたいなんだ。きっとこの異常なあったかさのせいでな。なあ、すっごいだろう。ドラゴンマスターのおとぎ話に出てくる竜のダイヤ、こいつを手に入れることができるかもしれないぜ。Thank you.
ララ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 今日も遅刻ね。どうせまたダイン様の塚に行ってたんでしょう。それともナムスといたずらの相談かしら。
Yes.